はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら僕たちが普段飲んでいるコーヒー、これの抽出カスのリサイクル方法について、お話ししていきたいと思います。まあ、長年コーヒー専門チャンネルやってきてね、そういえば作ってねえなと思って僕が実際にこのドリップだったりフレンチプレスだったり、いろんな、まあ、コーヒーの抽出方法の後に、残った粉をどうやって実際に僕自身が、再利用しているかをお話ししていきたいと思います。まあ、調べたらね、結構ネット記事とかでもすでに出てくるんだけれども、実際自分がやったことないことってあんま人にお勧めできないし、なんとからしいですよ、実際やってみてくださいって、なんかこう無責任じゃんと思って、僕自身が本当に実際やってることお話ししていきます。まあ、基本的に僕が普段コーヒーを入れるのに使うのってペーパードリッパーなんですよ。だから大体こんな風にね、ペーパーフィルターの中に粉が残るわけです。これをね、2種類の状態で、使っていきます。濡れているか濡れてないか、この違いだけです。用途としてはまず消臭剤、これ一番多いですよね。あとは、肥料、そして掃除用品、これ3つですね。まずそもそもコーヒーの豆って、多孔質って呼ばれる、顕微鏡とかで見るとすごいね、細かい穴が開いてるんですよ。まあ、その中にアロマだったりとか、まあ、ガスだったりとか、まあ、いろんなものが含まれているんだけど、それがね、活性炭とかと同じような作用を起こして、匂いを吸着してくれるんですよ。だからこれをこのまま冷蔵庫に入れたりだとか、お家のトイレ、あとは玄関の靴箱とか、まあ、いろんなところに入れておくだけでこれ消臭剤になるんですよ。だけどさっきお話しした状態っていうのがミソで、要はコーヒー抽出し終わった後って、あのビシャビシャにこうお湯を注いだ後だから濡れてるじゃないですか。まあ、多少はね、ドリッパーのまんま流しに置いとけば、水は切れるんだけど、結構湿っているので、僕の場合ね、冷蔵庫にはそのまま入れるんですよ。で、靴箱とかトイレに置く場合には必ずね、レンチンをするんですね。器に入れてレンジで2分くらいかな、まあ量にもよるけど、チンすることによってある程度水分は飛んでいくし、それだけじゃなくてちょっとおまけ効果として、レンジ自体を消臭できるんですよ。結構レンジって意外とね、嗅いでみると臭かったりするんですよ。日々使っているといろんなものがつきますからね。で、それをこれをチンすることによって、まずこう蒸気が出ますよね。で、水分がこうわーっといくから汚れが浮くわけですよ。で、香りも出てくるわけですよ。で、それが充満したレンジの中で、コーヒーの粉があることによってこれも吸着するし、もちろんそれだけじゃ汚れなんか取りきれないけど、全体にね、こう蒸気がつくんですね。要は全体が濡れるんですよ、レンジの中が。で、その状態でキッチンペーパーとか、まあ、2、3枚取ってキュッ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 ってやるとね、結構取れるんですよ、汚れが。なので、まあ、レンジに限った話で言うと、メインの効果は消臭効果よりも、まあ、その蒸気ですね。で、さっき話した濡れてるか濡れてないかのこの違い、要はね、冷蔵庫の中って温度低いんですよ。だからあまりこうカビにくいんですね。だけど、まあ、例えば冬以外の季節、特に夏なんかは気温が高いですから、最悪ね、ちょっと白カビというか、なんかこうね、発生したりするんですよ。完璧な無菌状態というわけではないので、まあ、でもとはいえ消臭効果にも限度がありますので、大概、まあ、冷蔵庫でも靴箱とかトイレでも大体1週間くらいで僕変えてますね。まあ、本当何でもいいんで、何かしらの器にね、ドリップした後移し替えて、ね、置いとくだけで1週間、消臭効果保ってくれるんで、結構ねこれ重宝しますよ。で、あとは肥料ですね。僕ここでコーヒーの木育ってるんですけど、まあ、他の植物の場合でも、土を足す時とか植え替えをする時とかに、土の中にねコーヒーの粉を混ぜ込むんですよ。これは別に濡れてても濡れてなくてもいいですね。で、まあ、これ自体が、まあ、多少はね栄養を持ってますから、それが、肥料になるっていうのももちろんあるんですけど、どっちかっていうと、ね、土壌を整える効果ですね。いらない水分だったり匂いだったり、いろんなものを吸着してくれて土壌を整えてくれるそうです。確かに土ってね、いろんなものを含んでいるから、まあ糞とかさ、まあ、そういったものの消臭効果があります。だ、家庭菜園とかねするときもこういうの混ぜ込んでおけば、あの匂いも抑えられるし、非常にお得かなと思います。あともう一つあった、さっきの消臭効果に戻るんだけど、ゴミ捨てのときですね、要はあの普通のゴミ箱に、カスとして、まあ、捨てるじゃないですか。毎日あのリサイクルしてるわけじゃないから、まあ、もちろん結構捨ててるんだけど、その時にねゴミ袋の中にこう撒き散らすんですよ、僕。要は消臭効果を持ってるものなわけだから、もうゴミ箱全体にね、ゴミ全体にかけてしまえば全部消臭してくれるわけですよ。まあ、もちろんね、量にもよるし完璧ではないだろうけれどもね、この数年間一人暮らししててずっとね、ゴミあんま臭くないんだよね。僕実は個人的にはね、これが一番メリット感じてるんですよ。まあ、なんでかって、一人暮らしってあのゴミ捨て少ないじゃないですか。出るゴミの量が少ないから、少しずつ溜まっていって、こう3日に1回出すというよりは、まあ1週間とかさ、結構溜めちゃうこともあるでしょ。そういう時にコーヒーの粉を撒いておくと少し匂いが抑えられるから、まあゴミ出してないから臭いとか、キッチンが臭いとか、そういうこともまあなかったですね、この数年間。
なんでなんだろうと思ったんですけど、あ、そういえばコーヒーの粉撒いてるからかと、それ途中から気づいてね、それまではずっと適当にペッて捨てたんですけど、これ撒いた方がいいなと思って、パラパラっとゴミ全体にねコーヒーがかかるようにこうかけてるんですよ、ふりかけみたいに結構いいですよこれ、一人暮らしの方おすすめ。だからよくコーヒーのカスっていうじゃないですか、この残り粉だけどね、本当の意味でカスになってないんだよね、ただ捨てるだけでも役に立ってるんですよこれ、本当にいいよあと補足をしておくと、どうやらこれ濡れている時と濡れていない時では、濡れている時の方が脱臭効果高いらしいんですよ。これは本当に聞きかじりなんですけど、どうやら匂いを消す効果は濡れている方が高いらしい、だレンチンしない方がいいと。だから2、3日に1回とかね取り替えるんであれば、もう濡れたまんま靴箱に突っ込んでもいいと思います。あと注意点として、必ずドリップした後別の何か器に移して、レンチンをしましょう。ドリッパーって材質によってはレンチンダメなものもあるし、あと移し替える器もね、こういう金属とかがついているもんだと、レンジがショートしたりするから、レンジ加熱 OK な、対応のねそういう、容器を使いましょう。さっきね僕ちょっとカッコつけようと思って これね普段使ってないのよ、この器を間違えてレンジしちゃってやべえと思ったんだけど、普段はちゃんと対応のやつを使っております。皆さんも気をつけてください。はい、というわけで、たまにはね、こういったコーヒーの再利用方法もちょっと喋っても面白いかなと思って、喋ってみました。皆さんもぜひぜひね、面白いリサイクル方法とかあったら、コメント欄で教えてください。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。